米大リーグ MLB ドジャースの専属カメラマンジョン・スーフー氏が日本時間13日自身のインスタグラムを更新。地区シリーズ第5戦で5回無失点と圧巻の投球を見せた山本由伸と監督の固い絆がうかがえる写真を公開した。スーフー氏はザ・ソーフォースクラップブックヤマタイム NLDS ゲーム5と綴り、パドレスの強力打線を5回無失点に抑える好投を見せた山本が降板した際にデーブ・ロバーツ監督と熱い抱擁を交わしているショットを投稿。チームは2から0で勝利し、3年ぶりにリーグ優勝決定シリーズへ駒を進めた。